どうもこんにちは、 T です。今回から科学シリーズ始めていこうと思うんですけど、第1回は科学はシンプルに考えようって話です。科学ってめっちゃ複雑で難しいっていうイメージ持ってる人いると思うんですけど、これはある意味正解で、普通に考えようとするとこんがらがってわけわかんなくなります。だからこそシンプルにして考えるっていうことをやっていきます。この基本的な考え方が分かっていないからすごく科学っていうのが難しく感じちゃうんですけど、例えば空気が悪いっていう状況があったとして、これを皆さんどう解決していきますか？これ結構難しくて、空気ってなんだって考えた時に有害物質が多いであるとか、ちょっと見方を変えると人間関係がギスギスしてるよねとか、すごく定義が曖昧でいろんな要素が含まれているので、これを一挙に解決するのはほぼ不可能です。じゃあどうするのかっていうと、空気が悪いっていうことをもっとシンプルに言い換えて、例えば二酸化炭素の量が多いことですよっていうふうに言い換えれば、この原因物質を減らせば空気が良くなるということになります。しかもターゲットが明確になっているので、具体的な数値目標が作れます。ここまで問題をシンプルにすればなんとか対策できそうな気がします。このようにもともと複雑なものをできるだけシンプルな状態に置き換えて考えていく、これはサイエンスと呼ばれる分野全般的にそうなんですが、その学問自体が複雑で難しいのではなく、もともと複雑なものをシンプルにするのが科学ですから、先入観を持って複雑で難しいんだよなって思っていると損することが多いので気をつけてください。じゃあもう少し細かいことを見ていきたいんですけど、空気というのはいろんな物質が混ざっています。このような物質のことを混合物と言います。混ぜ合わせているから混合物、そのまんまです。でここで言ういろんな物質というもの、例えば窒素であるとか酸素、二酸化炭素であるとか水なんかも水蒸気という形で混ざってます。他にもいろいろあるわけですが、混合物を作っている物質、これのことを純物質と言います。でこの純物質というのは一体何かというと、原子というものの組み合わせでできているんですけど、それについてはまた今度説明するとして、とりあえず今回のところは化学式で表せるものだというふうに思っておいてください。逆に言えば混合物は化学式で表すことはできないということになります。これはどういうことかというと、先ほどの話に戻るんですが、空気といったものは厳密に定義することができないということになります。一方で純物質の場合、窒素、酸素、二酸化炭素、水といった場合にはこのような化学式で表すことができて、それ以上でもそれ以下でもありません。窒素ですと言われれば全て窒素原子だけで構成されていて、酸素といえば O2 しかありません。もちろん水というワードを皆さんが聞くとミネラルとか入ってるよねっていうふうに思う人いるかもしれないんですけど、ここで言う水というのは厳密に H2O という分子だけを集めたもので、ちょっとぐらい別のものが入っている可能性っていうのは現実にはあるんですけど、そういったものは全部排除してできるだけ純粋でシンプルな形にしたものを水というふうに考えます。こうすれば他の物質との兼ね合いっていうのを考えなくてもよくなるので、非常に考えやすくなります。で実はこれらの物質というのはこのような上2つと下2つで分類することができます。上の2つは同一の原子のみからなっていて、下の2つは複数種類の原子からなっています。これらをそれぞれ単体と化合物と言います。この辺の区別がちょっとややこしいっていう人多いんですけど、とりあえず今回のところは大文字が1種類しかないものが単体、大文字が2つ以上あるものを化合物と言うんだというふうに理解をしておいてください。ここまでは大丈夫でしょうか？ちょっとごちゃごちゃしてきたのでまとめておくと、世の中の大半の物質は混合物というもので、この混合物は純物質を混ぜ合わせることでできています。そしてその純物質にも分類があって、複数の原子からなる化合物と1つの原子からなる単体がありますよと、そういう話です。で化合物と単体というレベルまで落とし込んでいくと、化学式で考えれるようになりますから、いろいろ混ざり合ってて互いに作用するとどうなるか分かんないっていったことを無視して、その物質そのものの性質に目を向けて考えれるようになります。これが化学の便利なところです。この考え方はすごく便利で実際にもやってるわけなんですけど、ただ一つ問題があって、先ほど言ったように世の中の大半の物質は混合物という形で存在してます。ということはこのままでは先ほどから言っている化学式で考えるという方法が使えません。じゃあどうするんだっていうということで、いろんな分離方法が考案されました。これが皆さん最初暗記で苦労する上流であるとか再結晶といったものになります。なんか覚えること多くてめんどくせえなって思ってる人多いかもしれませんが、頑張って一つずつ押さえていきましょう。ということでいろいろ見ていきたいんですけど、長くなりそうなので具体的な方法については次回に回して、今日はこの辺で終わりにしようと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能の限り対応しようと思います。それとこの動画のスライドはディスコードに置いているので、復習などに活用したい人は概要欄を確認してください。そして最後にこの動画役に立ったという人は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。